ブツナ仏ンダブ仏本願縁頓一条は逆悪摂取と心知して煩悩菩提対無二と速やかに解く悟らしむナマン仏ブツナ仏ンダブ仏,仏,仏,仏、えー、今日はですね高僧和さんう第32集、えー、ドンどンさんの第12首についてお話をさせていただきますはっきり言って難解でしたね 何回やし今でもよくかええせやけどやっぱり、えー、こう分からんから言って、えー、こう一歩先に進まんだらしょうがないんで、まあ、また分からんだら教えてもらったらええしほん、ね、まあ教えてもらうために半分やってるんでええー、分,分かる人に教えてもらうということでも何か意見発表せんだら教えてもらうようもありませんからええー、教えてくださいということです。 で、えー、今日のところですね <laughs> まず「えー、本願円頓一条」っていうところですけれども、えー、これはですね本願というのはあこれ高際城の、えー、ご指南を仰いでいきますとえー これ今日の5話さんから以降の話ですが昨日のところはあこ,うこれからのお論中のおこう算段をされるところの総算みたいなところでありましたけれども一家、えー、広くこれからあとですねいか広く、えー、釈議論中の釈議の原始素晴らしい厳、えー、妙な、えー、旨を <coughs> 示すうち 元力エコーと本願力エコーとエコーの信行とエコーされた信心と他力念仏とえそして記入本願の三段があるとねこれからの5話算というのはこの32週以下において願力エコーそしてエコーの信行そして 本願に記入するということについて、えー、この3つのトピックに分けられますよと。で初めに元力エコーを明かすうち、えー、本願の教約教えの役と教えの利役と、えー、如来のエコーとに分かれ、えー、その本願の教約を算ずるうちまず縁読1行について明かすのが、えー、今日のごはさですよということです。ね これからのドン・ランさんこれからの話は3つに分かれるんだがそのうちの初めに眼力エコーというトピックについてのごあさんが数種あると。でその眼力エコーを明かす中で本願の教えの利益とさらに如来のエコーに分かれるけれども。 眼力栄光について眼力栄光の本願の教えの利益と如来の栄光とに分かれるとでそのうち本願の教約を教えの利益を算段されるうちの今日は縁論一条ということをテーマにしてお話あのこのごさんがありますよその話をしますよということです <coughs>、えー、このその中で本願っていうのは これ四十八眼の徳を全うしたら第十八眼。ここでは第十八眼のことをここ本眼ということです、ね。本眼という時にもいろんな意味があります。ように四十八眼全体を本眼という時もありましょうし、せ、え、や、ーうん、けどここでは第十八眼ですよと、えー。そして縁頓というのは、 えー、円円悠遠慢頓石頓足の儀であると。で円頓というのは、えー、これは円というのは融す全てのものがこう溶け合っている完全に溶け合っていてそしてそれ完全にかけめなく備わっている、えー、そして頓石、えー、極めて早く極めて速やかであるということでありましょう。 縁融とは、えー、かけめなくとろけ合うという、えー、すなわち明合というたった一つの何万打仏のうちに、えー、満徳があと,とろけ集まるで、えー、そのお満徳が主情の方に溶け合い縁融、ねえー、とはお明合の中にすべての功徳、えー、が溶け合っている、えー、そしてそれが今度縁徳といって 如来の方に溶け合い煩悩のままに明語、えー、を苦毒となること、えー、煩悩のそのままに明語、えー、を苦毒となることね、えー、最初の方の縁優というのは明語の中に全ての徳が収まっているそして 円満というのはその徳が今度は主情にこう入っていって主情ととろけ,溶け合っていくというのが円満ですよと言って教えてくださっています。でまた円満というのはまた円満とはこんなふうにも言えますよと円満とは妙豪中に一切の前言功徳が隠るところなく具足しているというそんな考え方もありますよということです。で えー、次に「煙、えー、国煙束」とは「煙入煙満」の働きを表し失礼「頓国頓塞」とは「煙入煙満」の働きを表しこの上もなく速やかに無常涅槃の物価を悟ること、ね、速やかに、えー、無常涅槃の物価を、えー、悟るということ聖徳するということというふうにここでは書いてありますね。 でそして一条というのは、えーね、本願縁頓一条の一条というのは一は無に乗は雲載運ぶということやから一切衆生をことごとく運んで、えー、こう一条仏化一仏化に必ず仏さんにさしてくださる、えー、そういう凶暴のことを一条と言いますよということですで逆悪というのは五逆十悪という でこればかりでしゃべっとったら、ね、時間なくなりますのでちょっとほがらで調べてください。五逆そして十悪5つの逆で等の悪ですからこれちょっとまた調べてくださいね。で、えー、次,次にですね「接、えー、す」と「信知する」というのは「摂」というのは「摂取不摂」「信知」とは信じて疑わないこと。 といいいうに書ててくださっています、ね、必ず納めとって捨てない必ず救い取ってくださると「信、え、じ、ー、する」ということですね。でこれ「信じて疑わぬこと」と言って高木和尚はおっしゃってくださっていますがもうちょっと自分でも考えるところがあるんでまた後でお話をしましょう。で「えー、煩悩菩提対無二」というのは後でまた詳しく述べますけれども。 えー、ゃ高木和尚が書いてくださってるのをご紹介することですけど、えー、こう高木和尚はここでは「神の円融円満の意を示せるものにて煩悩と菩提とは氷と水のごとくその対異なるものではない」「しかも主情はこの理を知らずして生死に迷い仏は仏はこの理を悟りて涅槃を得られる」で 7番、速やかに説くサトラシムこれ浄土に往生すると同時に速やかに徳、えー、煩悩即菩提の悟りをえしむるということにこういうふうに書いてくださっていますね、えー、この悟るいうのは、えー、前回の第31の衆、えー、の悟ると、えー、同じ悟るなんやけどここでは 浄土において悟るというふうに、えー、書いてくださっていますね。そうすると「本願縁論一条は逆悪摂取と進知するが」がこれが原薬でありましょうし「で、煩悩菩提対無に難やから必ず速やかに解くや速やかに、えー、王女即成仏で、えー、速やかに、えー、こう。 悟りを得るっていう,ふうに、えー、こういう言動の二役みたいな形で、えー、高木和女は理解してくださってるってことになりますよね。で、えー、うん必ずそうじゃないのもあるのでしょうけれど、うん、でえー、っとねそこで。 そこでです先ほど申しましたように高際城はこの他に本願遠藤日城についても詳しく書いてくださってるんですけどそれはちょっとそれずっと読んどったらあの大変なことになります時間長くなってしまいますんで非常にご紹介したいところもありますけれどもこれを省きまして高際城の本の「煩悩菩提対無二」のところをここは読ませていただこうと思います少々長いですけれども大事なところですからね。 えこれ「煩、え、悩、ーえーえー、菩提対無二」について高木和尚は「煩悩の当代即涅槃ということで「煩悩即菩提煩悩の体というのはすなわち、ねえー、菩提ということで「往生要衆の中末に教に曰く煩悩菩提対無二なり生じ涅槃 遺書にあらず、異なるところにあらずとあり、すなわち煩悩のまま菩提なること、氷のまま水なるごとく、生児を離れて涅槃なきこと、氷を離れて水なきがごとし、されども、これ、筆胸理論にして、対象の上に語るべきも、実際の実相につけば氷は固く、水はあく。 水はやわく、柔らかいことね。氷は硬いし、水は柔らかいと。で、えー、一つは固形、つまり氷は固形体にして、そして他は水は流動体。流れる、えー、二者同じからずから、からざるごとく、煩悩と菩提、生事と涅槃おのずからそこに差別がある。当たり前ですね。<laughs> でね、そこで実際よりすれば氷すなわち水なれども、えー、氷を溶かして水とせねば氷はどこまでも水にあらざるごとく煩悩即菩提生児即涅槃なれども煩悩を断じて煩悩を悟り生児を翻して涅槃にいらねば対無二の理は実現さるるものではない。 ね、言うてはることかりますねえ氷と水というのはそれは確かに溶かした氷になるしフリーザーにいる時はこう水は氷になるわけだけれどもなんだけどそれ実際上言うて言うて言ったら、ねえー、氷はカチンカチンやしねそ <laughs>、ね、水はさらさらと流れますんで,で今日やらい寒い日でねそれで、ね、水流しといたんですけどね 水流しとったらさらさらと流れていきます水ら水流さんといたら水道のホースの中でカチンカチンになってしまいますんでそれを思った時にこれはとてもじゃないかと水と氷が同じものやとはそういう意味では思えるものではありません。れ体験的にこれが気温上がっていたらあの氷溶けて水になってもたなあえて分かるわけやからそこで知るわけだけれども。 えー、そうやけど、えー、じパッと見ねそんな氷もを知らん人、まあ、世の中にあるかどうかわからないけれども昔やったら暖かい地域に住んでいた人は氷いものを話に聞いたことがあるかどうかともかくとして、えー、熱帯の人なんか氷山の中の人だったら標高何千メートルの人なんかはまあ見てるかもしれないし知ってるかもしれないし。 でそういう山にあるものが氷らしいよっていうのはそれは雪だよっていうことは知ってるかもしれないけどもだから理論的に知ってるだけの話であって、えー、暖かい赤道周辺とかねああいう暖かいところの人は氷というものを知らないわけですから、えー、そういうふうに考えていくとですねあのこれ、えー、これは確かに理論的にはそういうことになるんだろうけど氷が溶けたら水になり水が凍らせたら氷になるっていうことは。 これ分からんわけではないけれどもしかし水氷をですね温かいところに持ってきて流,さ流すというね温かいところに持ってくるあるいは温かいものに触れさせなければ氷は水にはなりませんからそしたらそういう働きがなければそういうね氷を水にする働きがなければ えこの煩悩と菩提氷と水が全く同じもので別のもんじゃないという理屈というのは理屈でしかなくそれが実現されるものではないその通りですね。し、え、か、ー、るに三田 <coughs> の本願は豪末も煩悩断ぜざる本部、えー、ことに五逆十悪の罪深き者も、ね、だから仏法を否定するようなものすらもということです五逆というのはね。 でえー、こう罪深、えー、き者もただ本願を信知するのみにて、えー、摂取不捨の略に役に預かり往生と同時に煩悩即菩提生児即涅槃と実証することができる、えーねね、煩悩愚足とこれ本願に知らされるというか知ることによって本願によって本願を信ずることによって知らされる。 そして、えー、その接種不者の履薬に預かりで現象において、えーこうおまあ、初期の言い方というと所持に入りそして不対所持不退点の位に入り後の診断書にやったら弥勒と同じ等額の位ということになるわけだけれども、えー、そういう位についてそして 王女と同時に煩悩即菩提、生児即寝藩で、王女即母成仏ということになっていくと、そういうことをじ実証することができる、実に悟ることができる。これ実に本願、遠道一条と言われる儀であって、他の一条法と異なる点であると。でこれはですね、論中の下に、 凡部人の煩悩成就せるありてまたかの浄土に生ずることを得ば三害の敬語を筆胸して引かずすなわちこれ煩悩断絶して涅槃分をう、えー、いずくんぞ死にすべ賢やとあるのはすなわちこの心である、ねえー、こういうふうに書いてくださっています。 ね、だから高尚はこうやっぱり、えー、こう現象において親治し、えー、そして往生、うんし,えー、してで、えー、煩悩不足防大と悟るというふうに、えー、お考えであるということこれは明らかに分かりますね。だからもうちょっとせっかく高尚の本を開いていますから、えー、この「天子」ですね今日のごあさの「天子」ですが。 論中の初めに龍樹菩薩の難易二道を挙げ難行道のほかに三だ本願の異行道あることを示し異行道というはいわく神仏の因縁をもって浄土に祥然と願ずれば仏願力に乗じてすなわちかの祥状度に往生することをえしむ。 えー、この無料呪物馬代謝願書下は「けだし上演の極致」「二重の風光なるものなり」とあり、えー、仏眼力とは本願二重の風光とは縁論、えー、上演の極致とはこれ一条にあたり、えー、この本願一条こそ浄土論の書名にして論中一部に構設される教義である。 そこでまずこれを定説するために、初めに難易二道の共犯を引用せられたのである。今の三、またこの意によられたものであろう。えー、つまり、鈍乱大師は、龍樹菩薩のですね、二、え、名、ー、本の、えー 意によってお考えによって、えー、浄土論を解釈していきますよというのは論中の骨子でありますから、えー、ここに <laughs> 一番最初にこの五和算を、えー、それに習いましてまず宗を持ってきてその次のこの一番目の第32種において、えー、その論中が龍樹菩薩の意によって浄土論を解釈したものですよということを 明らかにするためにこの32種にこの,あの,このごわさを持ってきはったえその天候はここにありますよそう言えるのはこういう天候があるからですよということですね、えー、そういったことが、えー、高木魔女のご指南の中から知らせていただけますでその次にですね、えー、こうテキスト的な問題をご紹介していきますと ここはですね文明本と国宝本の中でテキスト本文上の行為はございません。で誤、えー、作文なんですけれども国宝本にかなり詳しい誤作文がございます。まあ難しいところやから当然詳しく書いてくださっておりますけれどもこれがですねええー、のところですね えここは万「八、え、幡、ー、諸教のすべて少しも隠ることなきを縁盾と申すなり」ねえー。全ての教えがですね全ての教詞の教説が少しも隠ることなく収まっているのが本願の名号ですよということでありましょうしそれはまた悟りの内容であるということでまいりましょう。で えー、次に「えー、煩悩菩提対無仁と」というところは、えー、これはですね「えー、煩悩菩提も,、えーね、も一つ水となり、えー、二つなしとなり」「煩悩菩提も一つ水となり二つなしとなり」というふうに、えー、ご作文してくださっております。 ねえー、さてちょっとこの「真知」いうところについて、えー、考私自身の考え方をちょっとありますよみたいなことを言いましたけれども先ほどおこうお現象において、えー、こうお所持不退点の位に重すると言いましたけれどもこのお所持不退点所持って というのをこれまた剣道っていう言い方ができるっていうことですね。何回か申しておると思います。剣道って見る道と書きます。見る道っていうのはこれ、ダルシャナマールがっていうことですけど、ダルシャナっていうのは見解、物の見方、考え方、あるいは哲学とかじゃないような、あそういう意味もありましょうかね。例えば、サルバダルシャナサンガラハっていう書物なんかでん。 全哲学功用なんていう,ふうに訳さ訳さされれるる現代という,もいうことでもあるんやろうし物の見方真理を見るということそ,のそれがダルシャナそしてマールがあった道で,でこのダルシャナマールが剣道において正しく見解として正しく物の見方として仏法を正しく悟るというのはこれ剣道です。 でこれは明らかに知的なものでありますんで,でこの知的なものがこう見た瞬間に「あこれこの通りですね」ってね 例えば今だんだん宝くじが流行って今買う時期かなと思うけど宝くじは私買いませんね割合としてはやっぱ損であることはまあ明らかやからですそやけどそんな私も何回か申しておりますがパチンコにはよう言っていました今行くことはありませんけれども皆さんはパチンコによう言ってましたで学生の時は本当はよう言っていましたそれはどうしてかと言って分かっちゃいるけどやめられなかったからです だけど、ある時にあのあ、こんなもんやっていてはいかんな、という長いことをかけて、タバコもそうなんですけども、えー、こう習慣性のあるものはこう知的にはわかるんだけれども、やっぱりそれをやめるのに時間はかかっていきますね。それだけど、これ、明らかにやめなきゃいけないってことは、はっきりわかってるわけだから、そしたら、その習慣性のものは。 簡単になくならないけれどもその瞬間性のものを知的にこのその無意味さとかマイナス面がよく分かっていったらいずれはやめられていきます。でそんな風にして剣枠ね見解の迷いというものがなくなっていってその見解の迷いがなくなっていったら あとはその習慣的なというかね虫以来抱えてきたものを少しずつなくしていくということで剣道という見る道 これが諸事入剣道諸官議事というくらいでこれでもう迷うことがないなこれは迷いということが今は完全には断ち切られていないけど真理とはこのようなものであったかこの真理というのはこれほど素晴らしいものであったかそれに反する自分のこの習慣性を除いていかなきゃいけないということで「主悪」主悪を断ずるのが修道バーバラ・マールが修行の道ということですから。 そ、えー、そうやって、えー、こうそれが断じられてい、えー、きますで、えー、そこでここでは「真知」っていう言葉が使われているこれはやっぱりあのこ,うこの五さんが二役二つの役のある五さんであるか一つの,ごあの役がある五さんであるのかいうことは私にはちょっと難しすぎてよくわからないんですけれどもしかしこれ、えー、どちらにしても真知ということをですね。 これ本願の明号によって知らされるということやからそれを思った時にやっぱりあのここでやっぱりあのこの真知というのは真事疑わないことそれはまた高木和城真知というのは真事疑わないことを言うて言うてはりますけれどもまあそれはその通りやと思いますがそのような意味で私が言ったような意味で 本願によってお名号本願の名号に出会わせてもらったことによってそれはどんな内容を書いたら逆惑摂布というふうに明らかにこう剣道ですね明らかにそのことを直接的に明らかに知らせてもらうんでねっそれをことを悟るんでだから「信心の知恵」とか「知恵の念仏」ってそういうことですよね。 それによってこうやって煩悩は断ち切ることはないけれども主悪は断ち切られることはないけれどもそやけどもそうやって嫌悪は断じられるんでそんなこうね逆悪摂取と真実させていただくんでそしたらその後とこの世の命が終わった時に煩悩即菩提と えー、その瞬間に「王女即あ成仏」というふうに悟らせてくださるっていうのが、えー、高際城の御かなと思いますで、えー、今日はもう30分にかなり近くなりましたが、えー、こういうふうにして「えー、元桃の二役」いう形で取ってはるものもありましょうし。 こっちの方はどうなっているかと言いますと全てのものを速やかに完全な悟りに至らせる唯一最上の本願は「五虐十悪のものを納めとってくださると信じるところに」ねっ知流字が明らかにはっきりとした形では翻訳されていなくてお、えー、めとってくださると信じるところに」 え煩悩と悟りは別のものではないと速やかに悟らせてくださるということやからえ信じるところにいてなんかどういうことなんかちょっとよくわからないなうんピタッとなんかスパッといかんなと思うところもありますけれどもまあまあせやけどこれ、えー、なんか原薬にのように訳してはるようにも見えますね。えー、そして この続きまして、えー、北塚川城の現代語訳を読ませていただきますと「らん,ん大師が本願力という完全にして速やかなる唯一の乗り物は、えー、こう本願力という完全にして速やかなる唯一の乗り物は逆悪の私たちを治めとってくださるのだということを信じさせ」。 えー、そして氷と水の関係のように、えー、煩悩と菩提が本来一つであると即座に悟らせてくださったということやからこれ明らかにこれは原薬で取、えー、っておいでになりますね。 そはやっぱり私どっちにとったらいいか分かってないんですけどいや皆さんあの皆さんお一方お一方お考えありましょうからまたあのこういう考え方があることを提示させていただくということで <laughs> ごまかしているところもあるのかなと思いますがえまですねそういうことこの「悟らしい」というのはこれ31と32と続けて出ているところを考えていくとこうやっぱり。 えー、同じ悟らしみやしなというようなこともあるのかなと悟るという言葉悟るという言葉は続けて出てきますからそんなふうに思えてくるところもありますし高木和條のように言当2役でいただいていくのがいいのかなと思うところがあってはっきり言って分かってません。でまあそれはともかくとしまして。 えこの耕読え北塚和上のおこうご指南とお味,お味わいのとこを読ませていただきます、えー、第31首で「信仰」という言葉をもって本願他力を明らかにしてくださったのが「歌唱の論中です一心五年一心と他力本願念仏」ね、これが「信仰」ね。 親鸞上人はこの論中に基づいた本願他力の念仏を功徳の面から明らかにしてくださいましたところで和さんに記されている「完全な悟りに速やかに到達する」という意味の「縁論」また「悟りに至るための唯一無になる乗り物である」という意味での「一乗」これらの2つの言葉は論中にはそのまま出てきません。 しかし親鸞聖人は協行親商行間に本願他力の念仏を次の文をもって解釈されています。自運、純、え、識、ー、なりの三に曰く、えー、領儀の中の領儀なり、縁論の中の縁論なりと、で第一、えー、頑丈立志なり、えー、唱えて曰く。 えーがんえー、縁鈍一条なり純一にして像なしとこれらの御門によることが論中の心であると診断承認はお考えになられたものと思われます。さて御亜山にある逆悪とは私たち煩悩まみれの凡夫のことです。具体的に言えば逆は御逆罪を犯したもの。 悪悪は重悪業を犯したものとということです誤逆罪は仏教で規定される5つの大罪またはまた十、えー、悪号は実種の悪い行いのことです。私たちが行っているあらゆる罪を一つにまとめて逆悪としてとし私たち人間の代名詞として使用されたのです。 しかし多くの人の中には他人に指摘されるような悪い行いをしたことがないという人がいるかもしれません。そこで重悪の一つである貪欲を考えてみましょう。貪欲というのは欲望ということですね。欲望を考えてみましょう。人と生まれて人間のために何か欲しい、何がしたいと思う、思ったことなど全くないと言える人はいるでしょうか もしいるとすればその人は人間ではなくすでに仏となっています。つまり人間である限り死ぬまで悪い行いはついて回るのです。このようなわけで逆悪とは私たち人間のことであり、この私たちを唯一納めとってくださるのが足り記念物なのです。また私の煩悩と 仏の菩提が本来一つのものであると悟らせてくださるのも本願他力念仏の働きであります。このことはもちろん煩悩の実がそのまま菩提の実であるということではありません。煩悩の実である私に生阿弥陀仏が働いてお浄土で菩提の実にさせてくださることをこのように言われたのです。あここはやっぱり 北塚先生も最後にはやっぱり、えー、煩悩の実である私に生阿弥陀仏が働いてお浄土で菩提の実にさせてくださることをこのように言われているということですからやっぱり玄東二役でお考えになっているということですね。まあ、なかなかこれ難しいところかなと思います。ちょっと今日30分過ぎましたが、まあ、やむを得ずそうなりました。これで終わらせていただきます。